俺の名前はレッドライオントール40歳。これまで20年以上パチスロを狂った4人うち、自分の時間のほとんどを捧げてきた生粋のスロッターだ。今日もまたいつものようにホールの扉を開ける。今回の話は前回に引き続き、俺がパチスロ人生で一番大勝ちした1日のこと。沖縄出張中のとある月曜日、土曜日の代休であったこの日、俺は会社の先輩と一緒に朝から行きつけのパチ屋に足を運び、夕方までの間にパチスロのワンバーワンで15万円という大勝ちを収めていた。その後、その日に寝台入れ替えイベントがある Y 店に移動し、寝台遊戯の抽選に当選、見事一番の整理券をゲットした。この日のパチスロの寝台はなんと今更のミリオンゴッド。寝台の開放は認可の都合で20時半とのこと。正直、短時間勝負で勝つことができる騎士なのかよくわからない中、運命の勝負が幕を開けようとしていた。先輩の田中さんは普段パチスロは打たないのだが、この日は朝からワンバーで俺と共に大勝ちを収めており、ゴッドに対してもやる気満々といった感じだ。その思いが通じたのか、先輩は1回目の抽選でハズレを引いたものの、その後の敗者復活戦で当たりを引き、ミリオンゴッドのラスト2台の椅子の1つを勝ち取っていた。田中さん、なんとかゴッドが取れてよかったですね。思ったほど待ってる客がいなくてラッキーだったな。諦めなくてよかったよ。ところで、ミリオンゴッドってどうやって打つんだ？通常時は左から中、右リールの順にただ押すだけですよ。間違っても真ん中とか右を先に押さないでくださいね。ペナルティがあって得がないんで。それで AT に当たったら押し順ナビに従って押すだけです。簡単だな。しかし1日パチスロ打つなんて初めてかもしれん。田中さん、パチスロ向いてるかもしれないですよ。昼間もいい引きで結構勝ってるし、この後プレミアゴッド引けば一撃10万です。すげえな、パチスロって昔からこんなだったっけか。ここまでギャンブル性が高くなったのは最近ですね。まあ裏台を除けばですが、ほら僕なんて沖縄来ても花々とか潮騒とかばっかり言って、出ても負けても早々10万は動かないですよ。だよな、パチンコが可愛く見えるわ。20時20分になり、店員が寝台に並んでいる客の列へ。寝台ミリオンゴッドを遊戯する方は先に5000円分のコインを貸し出しさせていただきます。ご了承ください。では先頭の方、こちらにどうぞ。なんと寝台を打つために5000円分のコインを先に借りるだと。等価交換なので結果的に損得はないのだが、こんなことはスロット人生で初めてだ。店員に5000円を渡してコイン250枚が入ったドル箱を受け取った。20時25分、いよいよ寝台開放。一番の番号札を持った俺は遊びたい放題。とは言っても迷ってるとすぐに後ろが来てしまう。そこで俺はもともと候補として考えていた通路から一番目立つ台を確保しようとした。出ていることが目立てばアピールできるだろうから、この位置に高設定を置く可能性が高いだろうとの算段であった。しかし台を確保しようとしたその時、島の真ん中あたりに出目が他の台と違う台を発見。なぜだかわからないが、妙にこの台が気になってしまい、結局この台に座ることにした。結果的にこれが大きく運命を分けることになる。20時30分、店内の BGM が変わり、寝台の遊戯スタート。寝台はゴッドなのに、なぜか獣王のサバンナチャンスの BGM だった。俺は若干の違和感を感じながらも早速打ち始めた。他の客も皆一斉に打ち始め、寝台に興味があるギャラリーもちらほら通路から観戦していた。俺が打ち始めてわずか5ゲーム目、出目は特殊なものではなかったが、第3リール停止後に画面が消灯し、信号演出に発展。特訓特訓特訓。まさか当たらないだろうと思いながらも、息を飲みながら演出を見ていると、なんとゴッドランプが点灯。わけも分からずたった5回転で GG ゴッドゲームが当たってしまった。これは仕込みなのか、それとも俺の引きで何かが当たる子役でも引いたのか。それにしても早いな。 GG は50ゲームあっという間に完走した。これで出玉はもう500枚、1万円だ。やっぱり出玉のスピード感が半端ない。そして GG 終了後、5ゲーム目の G ゾーンに突入。何も目に見える特殊な子役は引いていないと思うし、まさかレンチャンなんてないだろう。そう思いながらもレバーオンに気合を入れながら1回転2回転と回していると、ズババババーの音とともに液晶に奇数図柄が揃い、再び GG に突然である。この時点でゴッドの知識があまりなかった俺には、もはや何が起こっているか分かっていなかった。俺の代はその後も GG のレンチャンが続いた。
そのうち周りの台ではゴッド揃いの PGG、 プレミアゴッドゲームや赤7揃いの SGG、 スーパーゴッドゲームを引く人もちらほら出てきたが、そんなことはお構いなし。俺の台は全くとどまることなく GG の連チャンが続いていた。あっという間に出玉は5000枚を超え、積んでいる箱の数もあっという間に増えていった。そこへ先輩が現れる。うわ、何これ、すんげー出てんじゃん。そうなんです、開始わずか5回転で当たって、それからずっと出っ放しです。プレミアゴッドでも引いたのか。いえ、それが引いていないんです。僕自身もよくわかっていないのですが、事故っちゃってます。俺の台なんて全く当たる気配もないし、両隣がゴッドとか赤なのとか引いて、さすがに心が折れそうだよ。3万突っ込んで600回転も回らないし、どうすっかなって感じ。まだ遠いですけど、1500回転ちょっと回せば天井まで当たりますよ。だいたい50ゲームの GG 単発ですか。まあ今日はまだ勝ってるし、とりあえず当たるまで回してみるわ。そう言って先輩は自分の台に戻っていった。俺の台はというと、勢いは全く止まることなくひたすら当たり続けた。22時過ぎには俺の台は万枚を突破。それでもまだまだ当たりは止まらなかった。俺が勝ち盛りにしていたドル箱は店員によって席の後ろに見栄えよく並べられ、ギャラリーが多く集まる中、俺の台は見せ物状態となっていた。そして時間は23時になり、再び先輩が登場。何これ、台が壊れてんのか。そうみたいです。全く終わる気がしないです。俺の台は結局天井まで行って、単発で終わってあっという間に飲まれたよ。2時間ちょいで約8万円持ってかれるなんて恐ろしい台だな。やっぱスロットは嫌いだわ。ゴッドは引けないと地獄ですからね。さすがにもう今の台は追わない方がいいと思います。わかった、じゃあ適当にそこら辺で待ってるわ。そう言って先輩は去っていった。夕方までの勝ち裏からは一変、先輩の顔は引きつり、背中は小さかった。まあ朝一から12時間以上打って、最後に大きく沈めば誰でもそうなるであろう。23時の店内アナウンスで、誠に勝手ながら23時30分で閉店とさせていただきます。23時30分以降の大当たりは無効となりますので、ご注意ください。おいおい、そりゃないぜ。このままだと取り切れないかもしれないから、とにかくぶん回すか。23時30分、結局 GG 連チャン中のまま閉店を迎えた。最終的には GG のみで38連チャン、獲得枚数約18500枚。 PGG や SGG は引いていないが、それでも当然今日の新台の中では一番の出玉だ。たった3時間で18500枚、1時間あたりにすれば6000枚以上、つまり時給12万円以上になる。俺は過去最大のスピードで大きな出玉を得たことの満足感に浸っていたが、一方ほんの少しの後悔もあった。最初の GG5 回くらいのあたりはじっくり演出を見たり、気合を入れてレバーを叩いたり、とにかく時間をかけてしまい、無駄でもったいないことをしてしまったと思っていた。例えば5分無駄に時間を使ってしまった場合、約75回転純増10枚とすると、これだけで750枚、1万5000円も取りこぼしたことになる。それと途中でやめはしたものの、いつもの癖で出玉でドル箱の勝ち盛りを作っていたことも時間のロスになった。まあ全ては結果論だが、金額で計算してみると大きい。遊戯終了後、出玉は店員が係数機まで台車で運んでくれ、計10箱以上の出玉を係数機へと流す。途中何回か係数機が詰まったりもして、係数にもかなりの時間がかかった。最終的な枚数が気になるのか、数人のギャラリーも係数の様子を見守っていた。まあゴッドの場合は画面に合計獲得枚数が出るので、俺自身は大体は獲得枚数が分かっているのだが、そこに先輩が合流。気のせいかげっそり青ざめているようにも見えた。結局あの後も追いかけて何も起きなかったよ。結果今日トータルで負けです。え、追いかけたんですか、あの台。隣でプレミア見てたら俺も引ける気がしてきちゃってさ、俺がバカだったよ。とほほ。コインの係数が終わり、景品交換換金が終わると、時間はもう24時を回っていた。次の日は朝早くから仕事だが、これが先輩と俺のある種のルーティーンだ。田中さん、じゃあ飯食っていきますか。いつものココイチで、今日は俺がおごりますよ。そうか、じゃあ頼むわ。何食べてもいいですよ。なんか悔しいけどごちそうになります。そして翌日はいつも通りの胃もたれ、睡眠不足で仕事に身が入らない二人であった。今回の収支、投資5000円、回収37万1000円、トータルプラス36万6000円。
この日1日のトータルとしてはプラス51万6000円。財布にお札が入らないほどの勝利は初めてだった。ちなみに最初に俺が座ろうとしていた台はこの日の合計当たり回数は1回。おそらく先輩と同じく天井で当たり、その後もハマり続けたのであろう。最初の選択を間違っていたら全く逆の結果になっていたと思うと恐ろしいが、大勝ちも大負けも紙一重ということを身をもって知った1日でもあった。第12話までの累計収支プラス59万円。続く